花の塩ハゲの仕方を知りながらさらに魅力上げる少年バカまた鏡に変えるのかいまた上の続きで今日が知る殴って殺す仕事に何つったってこれしかできねえ誰に自分のままに誰かと思わいと待ちくりも昼間で発生何も言わせて書いてまずどうも日本を許すだけ
はい、ちょうどキュウリみたいな。あれ、僕、控え室で来た時、お盆のお供えかなと思ったんですけど、狂気だったんですね。あれ、狂気だったんですね。なんと、そしてリング上にはまだまだ新曲とか、ウィスコードにラバー、そしてウィスコシンシップ、椅子ですね。そうなんですね。ホットの狂気、今度はもう、ちょっと差し入れですね。
優作はこれ勝ったんですよ、勝った。はい、だ来年1月3日トライアウト大会の、いわゆるあれって前日だったんですね。あ、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 これなんだかんだ勝ち合いさせてるのパロマですね。もう一回観客は無責任になります。ダブプロレスじゃん、ね、3人ダブプロレスなんですけど、劣勢ですね、これ。そうですよね。ドキゲットはあったというのは、しかし、グルスが殿下の本拠地の、さあ、そして、アートルチャリブレサッポー。ちょっとレイカロマ、ビラを倒してたのですが、ここで面倒くやつと、しかし、帰ってきたのは伊藤優。ヒールキック、クライムヒールキック1点。なるほど、ヒールパロマンで引きつけますね。来るか来るか、お、来ますよ来ますよ来ますよ。さあさあさあ、さあ言ってみれば、どんな狂気よりも俺の色気が狂気だと。さあここで出るか出るか、ノーパス。強い一戦一戦3発力なく倒れ込むレイカロマ。これの状態でユンソはさらに忍びで追撃しますか。これは容赦ない。長年の名人カレーだとユンソはこそ容赦ないのか。いよいよ投入か、いよいよ投入か。Thank you.
ありますからね。あすげえ、デスマッチすげえ、痛い。
る。みんなもしっかりしてください。